東御所横穴東御所横穴は、栃木県那須郡中川町にある横穴墓である。昭和9年国の史跡に指定。北向田地区から和美地区に至る中川砂岩の丘陵斜面には、両海岸を掘作した横穴母群が分布しており、北、向田、和美、横穴母群と呼ばれている。北、向田、和美、横穴母群は尾根を境に、 北向田軍と和美軍に分かれ、さらに前者は北、中央、東南、後者は北、南、西の各種軍に分かれる。東五所横穴はこのうち和美軍北市軍に所属する。東五所横穴は前提、沿道、現出が明確で、規模も大きい。 奥壁から、専門まで4.78メートル、原室長2.75メートル、原室中央幅2.34メートル、奥壁高さ1.9メートル。専門から平面が台形をした前提に続く。天井は中央に胸儀、左右を霧妻や根風に傾斜させ、原室は、この地上に3つの缶座が作り出されている。原門は、つま入りとなり、 外側に戸をはめ込むための掘り込みが施してある。その成功さは全国的に見て屈指であり、後期から終末期の霧石横穴式石室と構造的に類似することが指摘されている。国指定文化財等データベースハット ABCD、大塚初重、小林三郎、熊野正也編、日本古墳大辞典東京堂、出版、1989年、 186ページ、AB 等のご所横穴の香川町、ありがとうございます。